せーの、みなさんこんにちは、未来です。まさきです。今回はまさきにメイクをしてもらいたいと思います。今日のテーマはドゥルルルルルルポン、ローラ。今日なるい人はローラに変身します。未来が今から事前にコスメは箱の中にある程度使えそうなやつを、これはリップで、あとなんかこの辺に適当にパレットとか入っています。これを何も言わずにまさきに選んでもらってやってもらいたいと思います。はい、それではどうぞ。それでは早速始めていきたいと思います。まず、下地を塗っていきたいと思います。下地はですね、まず最初にこちらを使います。MACミネラライズスキンフィニッシュソフト&ジェントルフェイスパウダー、これいつも使ってるやつです。知ってるの。じゃあまず、はい、塗ります。これを使って。え、これ濡れてるけど。濡らして使うやつ。あ、そうなの。うん、じゃあこれを使って下地を塗っていきます。うん、今日調子いいんじゃないの、肌の調子いい。うん、あ、でも、うん、いいよいいよ。いい？うん。うん、乗ってる乗ってる。乗ってる？フェイス。いい感じ。すごくこれね、光沢が出るから。ローラってほら、うん、汗かきじゃん、すごい。そうなの、知らん、知らん。あ、そうか、未来、あれか、会ったことないね。会ったことないっていうか、まさきもないでしょ。汗かきだからね。そう、まずそのテカリを再現。よし、OK。OK。とりあえずこれは OK なので、ティッシュ。はい、これでちょっと調節。うん、いいよ。OK。いいかも。今使ったのはこれです。はい、次にローラは何と言っても特徴的なのが彫りが深いので彫っていきます。彫っていきます。彫りを深くするにはアイシャドウ、アイシャドウはこの板チョコタイプのアイシャドウを使っていきます。最初にまず、未来結構肌がもともと黒いので、なので結構濃いめの色からこの色を使っていきます。前回でね、で、あ、そうそうそう、大事なところ、あ、ちょっと待って、一旦ここに、うん、乗せて、うん、これはこれで一旦終わり、保留します。より先にまずアイラインを引きたいと思います。うん、これを使います。レスイプリマジーリキッドアイライナーラメブラック使います。はい、目閉じて特徴的なローラの大きな目を再現します。多分ね、うん、これあんまり全然見えんくなるだけ。あ、目開けて、ほら。なんで、やっぱりここ、あ、でもね、うん、ちょっと上手くなってきてる。はい、目開けて。あ、いいよ。いい？はい、反対。お、なんかいいかもよ。いい、うん、いい感じ。いいよ、なんか独特の世界観がある感じ。それいいの？うん。でもなんかほら、目がなんかパッチリして、パッチリした？うん。次、まつげ。これはエチュードハウスの、エチュードハウスのラッシュパームカールフィックマスカラ、フィックスマスカラ。シャープ 1BK。 はい、目つぶって、目に入った、危ないから。目開けて。まつげはいけるところまで伸ばしてください。いけるところまでってどういうこと？ほら、
マスカラしたらこれなんか長くなるじゃん。うん、この何回か重ねてもいけるところまで長くする。長くする。伸びた。伸びた伸びた。よし、でこれを上げます。うん、いいでしょう。でここでやっとさっき抜かしてたアイシャドウを入れていきます。こっち見て。それ何？うん。あもうだから素人が待っとけ。オッケー、いい感じです。いい感じ。うん。よし、ここでペンを。ペンチェンジをします。ペンチェンジちょっと細いやつ。ん？弾け飛んだよ、眉毛が。眉毛、弾け飛ぶって何？痛くない？痛くないよ、まあ、本当に痛いぐらいにした方がいいんだけど。なんかね、うん、いい感じだよ。いい感じ？うん、結局。結局。よし。で、うん、眉毛。眉毛。ローラの眉毛は何色でしょうか？クイズ。クイズ。はい、せーの。茶色。はい。え、正解なの？不正解なの？ビセリシェカーリングアイブロウパウダー。BR さん。ローラの眉毛は茶色いので、この茶色を使います。そしてローラは、うん、眉毛が茶色いだけじゃなく、うん、目と近いのでこの黒いやつでちょっと目に近寄せます。近くなった。うん、だいぶね。そこっち向いて。うん、いいよ。なんでもなかった、ごめん。よし、いい感じで、いいよ、ローラが感じになってるから。あとは今、へこますとこへこますしてたから、うん、次は逆、出すところを出す。さっきの、このアイシャドウの顔見たの、笑ってしまう。何？いや、なんでもない、なんでもない。アイシャドウの、白いやつをつける。白いやつをつける。そう、合言葉は白いやつをつける。これはもうメイクに一番大事なところ。この白いやつをつけます。目つぶ、あ、開けて、でこう上向いて、そうそう、お、いいね。出すところ出します。はい、え、涙袋もしっかりあるから、ほら、あれ対数違って。うんうんうん。いい感じ。あ、いいよ、涙袋出てきてる。ちょっともうちょい出そう。はい、上向いて。はい、上向いて。痛くない？痛くないよ。ちょっとね、なんか、うん、あ、そうそう。あ、でも、かっこいい。かっこいい感じにはなってきてるから。はい、次は、最初、ちょっとこの、これで、まあ、下地を塗ったんですけど、まあ、やっぱり、まだ、未来、ちょっと、もともとお肌が黒いので、うん、いいよ。いいですよ。黒いので、ちょっと全体的に白くします。まあ、別に、どこでもいいんですけど、こう。どこでもいいって何？ちょっとこう、乗せて、全体的に白くするから。うん。乗せて、どこ？白くなった。うん。そして最後にリップはこれを使います。 MAC のこれは限定のやつで、ほらこんな感じ、すごい可愛い感じになってます。こんな感じです。手を押さえる意味あるか。やっぱりもう一
一番赤いやつでいいです、ローラーの場合は。もうだからこれでいったらもうどう見てもこれですね、一番赤いやつ、一番赤。これはマックのルビーウー、こんな色です、こんな色ですね。まん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 ところがあるので、ごめん、もうちょい白くします。もうこう、見て黒いなと思うところですか、うん、でも、いいかも、だいぶ白い感じになってるからでも、いい感じじゃない？いい感じ？うん、なんか、まとまりました。はいせーの、メイク完成ですいや、うん、どう？今日のメイク、これでデート行けるのコメント。いや、いけるいける今日のポイントはどこですか？今日のポイントは、まあローラーなんで彫りの深いところ、うん、アイシャドウと、うん、ここに影を入れることで、うん、あのここがよりこう出てくる出てくる、うん、と、あと眉毛がやっぱり近いので、ここ本当は皆さん気づかなかった人が多いと思うんですけど、実はこう未来眉毛生えてませんそこにもこう眉毛をこう描き足して、うん、ちょっとこう目と眉毛を近くしてます。で、あのここなんだっけ、涙袋がすごいので、ローラもここにもとりあえず影を塗って目に近いところを明るくする、反対も一緒で、まつ毛はとりあえずできるだけ長く、うん、あと、なんだ、赤のリップ、はい、以上いい感じですはい、以上になります。参考になりましたか？よかったら真似してみてください。バイバイ。バイバイ。